ビス先生流2022年5月の運勢ランキング前編。はい、これまた月末恒例となっておりますけれども、はい、その月になってから言われても困るよっていうことで、前の月に、来月の予定を立てるために、運勢ランキングの発表と、はい、でまあ命数占いってやつをやっておりまして、まあ運命の数命数なんですが、はい、いろんな出し方ありますが、私が使ってるのは生まれ年はいらないから、うん、何月何日生まれというこの2つの数字を足し算してもらって、まあ大体2桁でしょうから、はい、これをまた10の位と1の位をそれぞれ別の数と見て足し算してと、うん、これをひたすら繰り返していくと最後1から9のどれかになる、それがその方の運命の数ですと、はい、でこれをランキング形式で発表しようというわけなんですよね。で今日は、下位の方から発表ですが、はい、最下位はお楽しみに明日にとっといて、はい、8位からの発表ということで、8位から今日は5位まででございます。はい、まず5月に、8位の方は命数9の方でございます。これはですね、卑屈になりすぎてちょっと揉める運というのがありまして、ほうほうほう、健常の美徳というのは良いことなんだけども、うん、5月の命数9の方はちょっと健常を通り越して卑屈になりがちであると、はいはいはい、まあ、あるいは引っ込み思案というかですね、当然行くべきところにちょっといや私はみたいな感じで遠慮したりとか、はい、いやいや私なんてとかっていうのが、良い結果を招かずにかえって悪い結果を招くよという運勢ということで、はい、8位とさせていただきました。なるほど、はい、ちなみにこの8位も含めてランキング下位の方は悪いですでおしまいでは困りますので、うん、発表の後の3日目にですね、被害最小限の過ごし方というのもちゃんとやりますので、はい、ご安心ください。あさってアフターフォローもバッチリです。はい、続きまして5月第7位の方でございますが、うん、命数が1の方でございます。でこれはですね、表面上割といい運気に見えるんです、まあ、ラッキーじゃんと思うんだけど、やたらトラブルがいっぱいそれにつきまとうぞというところなんですね、だから何ていうかな、全く頭塞がれるダメさじゃなくて、一応進んでるように見えるんだけど、行く先々でなんかトラブってトラブってでも一応前進んでますみたいな運気ということなので、ちょっといかがなものかなということで第7位とさせていただきました。なかなか疲れそうですね。そうなんですよ、でも一応前には進んでるんですけど、はい、はい、そして、第6位、第6位がですね、命数4の方でございます。で、命数4はですね、自然の流れに身を任せとけば問題ないのに、はい、自分でなんかこう余計な自我を出して失敗しそうということで6位にしてある。だから6位って真ん中よりちょい下ではあるんだけど、うん、自然にこう来る流れに身を任せておけばそんなに問題はないところなんですよ。ただついついその我を張りたくなっちゃうところに注意してくださいというのが、命数4の方でございます。はい、はい、そして第5位でございますが、うん、第5位が命数6の方でございます。でこれはですね、まあ、第5位ってことは1から9のちょうど真ん中ですから、はい、いわゆる普通という運気になってきておりまして、一山越えて次に取り掛かる運というふうになっております。ほう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 。でこれはいろんな含みがあって、はい、まだ終わってもいないのに次っていうのはダメなんですね。まず一つ終わらせろよっていう運気だということでもあり、なるほど、で終わったから一休みでもなくって、すぐ次に取り掛かるよという運気だよというところなので、一つ終えて次に進む運という形になっております、はい、このリズムに逆らうと余計運悪くしますので、まずケリをつけるものはつけちゃってください、うん、そして次に着手してください、はい、という運気が、第5位の命数6の方でございます。ありがとうございます。今日はここまでで、はい、我々まだ出てませんね、はい、我々2位ですからね、命数2の2人がやってる番組です、はい、今年ずっと2位良くないですからね。ね、別に私が私利私欲でそう決めてるわけじゃないんで、しょうがないなと。僕正直だから5位ぐらいで呼ばれるのが一番理想ではあるんですけど、まあ、普通が一番よね、はい、ここで呼ばれないと明日僕9位の可能性ドキドキしない。明日まだ呼ばれてない方は要チェック、そして呼ばれて下位の方は、あさって、被害最小限の過ごし方やりますのでぜひご覧ください。はい、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日。いいな、呼ばれてなくてドキドキってのはまさしく思うツボです。あ、はい、また明日。